梅雨改め夏のワクワク30日チャレンジ。昨日はこのページを見て、汚染がなくなったという話をしましたよね。洪水がありましたよね。はい。洪水から何日経って汚染がなくなりましたか？洪水から5日経って汚染がいなくなりました。汚染はいなくなりました。いなくなりました。汚染。あ、なくなりました。うんうん、そうそう。汚染さん。汚染さん。汚染さんじゃないですからね。汚染さん。さよなら。あ、汚染さんがいなくなりました。じゃなくて、汚染がある。ない。ない。なくなりました。あ、すいません。はい。もう一度。洪水から何日経って汚染がなくなりましたか？洪水から5日経って汚染がなくなりました。うん。そうですね。5日。洪水から5日経って汚染がなくなりました。1日経って、2日経って、3日経って、4日経って、5日経って、ですね。そう、洪水から5日経って、汚染がなくなりました。じゃあ、ヘルシー兄弟は、洪水の後、どうしましたか？何をしましたか？洪水から5日経ってゴジベリーは何をしましたか？洪水の後ゴジベリーはキヌアを人間に変えようとしました。うん、そうですね。最初の一日はもう大変でしたね。ゴジベリーわあ、洪水で人間がいなくなった、町がなくなった、キヌアはネズミになった。で、二日経ってインタビューを受けて、まあ、なんとか頑張りますと言って、で3日経って、まあ、ちょっとキヌアがネズミでも大丈夫かなと思い始めました。まあ、キヌアがネズミでも一緒にやっていけるかなと思い始めました。で4日経ってキヌアが泣き始めました。キヌさん、僕、人間に戻りたいよ。ネズミはやだ。人間に戻りたい。だから、5日経って、ゴジベリーは、よし、キヌアを人間に変えよう。まあ、また人間になりますから、人間に戻そう。戻そうとしました。聞いてた？はい、それはスーパーサイヤ、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 スーパーサイヤ人の、うん、スーパーサイヤ人の力ですか？スーパーサイヤ人は何か物を変える力はありませんでした。ありません。だから、そう、変えよう。まあ、キヌア、人間、ネズミ、人間。だから、人間に戻そうとしましたが、戻せましたか？戻せませんでした。うん。
戻せませんでした。あの、アグアスカリエンテスは、昔々汚染がない、きれいな町でしたよね。うん。で、だんだん、あの、汚染って、あの、汚染がたくさんある町になって、で、何の力で、きれいな町に戻りましたか？スーパーサイヤ人の力で、きれいな町に戻りましたか？いいえ、涙の力で、きれいな町に戻れました。戻りました？うん。涙の力。そうですね。涙の力で、きれいな町に戻りました。スーパーサイヤ人の力で戻りました。スーパーサイヤ人の力じゃなくて、清美の涙の力で戻りました。キヌアは、清美の涙の力で何に変わりましたか？キヌアは清美の涙の力でネズミに変わりました。そしてキヌアはゴジベリーのスーパーサイヤ人の力で人間に戻れましたか？いいえ。キヌアはゴジベリのスーパーサイヤ人の力で人間に戻れませんでした。うん。そうですね。戻れませんでした。何日ぐらい経ってキヌアは、兄さん、人間に戻りたいよと言いましたか？洪水から4日経って、うんうん、キヌアは泣いて人間に戻りたいとゴジベリに言いました。うん、そうです、そうです。洪水から4日経ってキヌアは人間に戻りたいよお兄さんと泣いて、泣きながらゴジベリーに言いました。で、5日経ってゴジベリーは何をしようとしましたか？キヌアを人間に変えようとしました。ゴジベリーはキヌアを人間に戻そうとしました。あ、戻そう。それ、verb は何ですか？戻す。それは、transitive verb of 戻るですか？そうです。ああ。戻す。戻そうとしました。はい。ゴジベリーは、キヌアを人間に戻そうとしましたが、キヌアは戻りませんでした。うん。で、ゴジベリーはキヌアを人間に戻せませんでした。はい、そうですね。でも、町はきれいな町に戻りました。うん、はい。あ、清美さんの涙はAguas calientes o quiere na machi ni modos shimashita. そうです。素晴らしい。じゃあキヌアはね、泣
人間に戻れるんでしょうか。それとも、なんだろうね。キヌアは人間に戻りたい。でも人間に戻れない。キヌアはどうなるんでしょうか。お楽しみに。次回をお楽しみに。今日も30日チャレンジ見てくれてありがとう。Thanks for watching, everybody. We hope these videos are useful for you, and if you'd like to support us to keep making videos like these, you can find a link to our Patreon page down in the video description. Take care.